こんにちは、三茶整体院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も先生方にですね、簡単にできる手技のテクニックをお届けしていきたいと思います。それでは今日もやっていきます。で、今日はですね、左側の首や肩の、不快感であったり痛み、あと可動域の制限、そういったところを改善していくような手技になります。で、僕がやっていくのはですね、左側の第二肋骨のマニピュレーション、そこをやっていきます。そこはポイントがありますので、ちょっとそこを早速やっていきたいと思います。で、今日もスタッフ寝てもらってます。ちょっとカメラ動かしますね。よいしょ。では、ちょっとやっていきますね。で、まず、左側の方ですね、検査としてですね、手をこう肩甲骨下に入れて持ち上げます。右左で、右側と左側の重さを比べてですね、左側の方が今、うちのスタッフ重い感じがあります。そういった方に有効になります。あとは肩とか首の方、左側の方に不快感がある方、そういった患者さんには有効になりますので、やっていきますね。検査としてはこう重さを見ていく、あとは可動域のところで見ていくという形になります。で、場所なんですけれども、鎖骨の下、ここが第一肋骨になりますので、もうレベル1個下げてもらって、で、肋骨の真ん中、内側4分の1のポイントになりますので、肋骨見ていただいて、真ん中のさらに真ん中、大体この辺りになります。で、ここのマニピュレーションになりますので、指2本分ぐらいでこうのの字を書くようにやっていきます。で、大体痛いです。左側の方に不快感がある人で、ここの痛みが、圧痛が取れる感じ、あとは触ってて柔らかくなってくる感じが OK です。で、こういった形でマニピュレーションしていって柔らかくなっていけば OK ですね。で、またですね、再検査という形でこう持ち上げていって、右左同じぐらいのこう重さになっていれば OK になりますね。で、手技としてはこの、第二肋骨の内側4分の1ですね、ごめんなさい、左側ですね、左側の第二肋骨の内側4分の1、このマニピュレーションになりますね。それで、ここは何なのかというとですね、心臓の反射点になるんですよね。で、今冬の時期で結構から、気温が低くてですね、体体温も低い状態なので、体温の維持のために心臓がいっぱい働いてるんですよね。で、なので、つか心臓のところの疲労があって、この反射点のところが硬くなってくるという形なので、ここをマニピュレーションしてあげて、その心臓のところの、アプローチになりますので、そこの血行の流れが良くなってくれれば、その体っていうのが軽くなってくるような改善になります。で、左側の方ですね、限定にはなるんですけれども、首肩、僧帽筋とかやってもなかなか取れないなとか、そういった患者さんにここをやってあげると意外と簡単に取れるような形になりますので、ぜひ先生も試してみてください。何か施術のヒントになればと思いますので、ぜひ試してみてください。では本日は以上になりますので、またリクエストだとか、そういったことがあれば遠慮なく言ってください。では今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。